は14時30分を回りました。未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ、略しておとゆめ。この番組はやりたいことにひたむきに頑張っているイケてる大人の人をインタビューするインタビュー番組です。はい、お相手はラジオパーソナリティのなおさんです。よろしくお願いします。この番組はギノワンヒルズ FM ギノワン海の見える素敵なスタジオからではなく、サザンオールスターズ発祥の神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております。海つながりということでね、お届けしております。15時までの放送となっております。皆様最後までお付き合いください。さあ、この番組ではね、やりたいことにと全力投球をしているという方をご紹介しておりますが、少しだけ私のプロフィールをご紹介させていただきますと、この番組では、そういう、素敵な大人をインタビューするラジオインタビュアー、そしてもう一つのお仕事はですね、お金のかかりつけ医というね局面が ありまして、お金の基礎知識を教えるセミナーなどもやっておりますし、で家計見直しのアドバイスとかね、お悩みのコンサルタントなんかもしております。で夢とお金ってね、必ずこう結びついている、お金って どうしても必要になるんですけれども、その知識ってね勉強してこなかったっていうところで、その基礎知識を教えるというね、そんなセミナーをやっております、夢とそれからお金と両面であなたの未来を実りあるものにするお手伝いをしているというね、そんな私でございます。私自身もねまだまだやりたいことだらけなんですけれども、そんな私が、もともといろんな方にねチャレンジしてもらいたいということでこの番組作っております。この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 FM ギノワンのホームページや YouTube でもネット配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてアプリはリッスンラジオとかマイチューンラジオとかからね、見ることもできますので、こちらの方もぜひね、アクセスしてみてください。そして、ですね、夏春堂というねインスタグラムも、開設いたしましたので、ゲストに来ていただいた方の情報こちらの方でね載せていきたいと思います。ローマ字で夏春でアンダーバーでどうですね、 DO という Do というね、そういうページを作っております。こちらの方でぜひね、アクセスしてみてください。さあ、では早速ですけれども、ゲストコーナー行きましょうか。はい、未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ、今日のゲストはですね2回目の登場になりますね。心理カウンセラーそして、講演家であります上田ひとみさん、お越しいただいています。ひとみさん2回目ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回からちょうど1ヶ月ぐらい経ちますかね。そうですね、はいですね。今日ねまた来ていただいたのですけれども、まあ、改めて自己紹介、はい、教えていただいてもいいですか。はい、私は心理カウンセラーと講演家をさせていただいてます上田ひとみと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、前回もね聞いたんですけれども、まあ簡単に、この心理カウンセラーを始めたきっかけっていうのを教えてもらってもいいですか。43歳ぐらいの時に生まれて初めて自分の中から本当にこうやりたいっていうことが見つかったんですね。で、いろいろこう生育歴が悲惨で、いろいろ依存症かかって病院に入院したりとかしてきたんですけども、やっぱり自分を知りたいっていうのが今一番だったなっていうので、カウンセラーに興味を持って、それからカウンセラーになったっていう感じですね。なんかそのね、今すごく生き生きされてるから、その悲惨なっていうね、はい、その言葉があまりこうピンとこない感じするんですけど、お話聞くと本当にっていうね、そんな人いるのっていう感じの、本当にね、壮絶な人生だったなっていうところでですね、まあ、前回はね、その今心理カウンセラーやってらっしゃったりっていうところをご紹介いただいたんですけれども、今日はですね、さらにですね、今講演家として活躍してらっしゃるということで、はい、こちらの方にフォーカスをしてお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、この放送が今9月21日なんです、はい、来週ですね、
9そうです。月24日に、はい。講演をするとはい。ちょっとね、こちらの方を、今日は皆さんに、お話ししていただきたいなと思っております。はい、お願いします。無料のオンライン交流会ということで。無料のオンラインの Zoom での、あ、ごめん、講演うんうん。会ですごめね。んなさい。交流会じゃなくて、オンラインの講演会で講す。演会ですね。失礼しまはした。い。どんな感じでやるんですか？撮影スタジオをお借りして、そちらで配信しながら、Zoom で配信させていただくっていう感じなんですけど、これそう。は生放送、生生、あ、放送です。そうなんですね。そうです。すもうごい。生放送がいいと、もうリアルタイムで、なるほど。アーすカイブごなしで話をさせていただこうと思って。い。すごい、緊張しますね。そう、今になって、こう、申し込みが、こう、何名、何十名ってなってきた時に初めて、あ、ちょっと怖いとか思い出して、あんまり考えてないんですけど。そう、でも、なんか情熱をそこに全部注ぎたいなと思ってるので、ワクワクしながら、今までもね、講演というのはいろんなところでされてきたんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、ほとんどでも自分で開催して、オンラインでとか、どこかに呼ばれて、スピーチをする、スピーカーをするとかくらいしかなかったんですけども、人数はまあ、大なり小なりあったんですけど、今回も私の講演会っていう感じで大規模でやろうと。まず、タイその、講演会の、タイトル？トル、タイトルがですね、心を開き愛を届ける心理カウンセラーによるオンライン講演会ってなってるんですけども、いつもやってたのは、聞くだけでいろいろ気がつく講演会ってやってたんですけど、の、なんかサブタイトルで、今回は、自己欺瞞編とか、すねから脱却とか、いろいろサブタイトルで変更してたんですけど、今回はちょっとわかりやすいように、オンライン講演会っていうふうに出オンしラてイもらっンてま講す。演会。ね。はい。ねえ。どうしてその、私のというのを今回、やろうかなって思われたんですか？さっきもお伝えしたように、本当に私の人生、なんか、幼少期からこう親戚の家を転々と渡り歩いて、安心安全を感じたことがないまま育ってっていう経験、もう負の経験が千人級ぐらいな感じなんですけど、それでも今楽しく幸せに生かさせてもらっていて、で、その時に初めて、もうこれは伝えるのが私の使命だっていうのが、なんかある日突然ガンって私の中に入ってきたんですね。で、今まではうっすら伝えたいなとは思ってたんですけど、でも強く私の中に入った時から、ちょっと心理カウンセラーの方はやっていきながらも、ちょっと縮小して、講演活動として私の人生を使って、なんか、私の中にあったのが、自殺者を一人でもなくしたいっていう、苦しんでる方が少しでも楽になってもらいたい、そのヒントが私の人生にはたくさんあるって、資産があるって確信したので、もうそれを伝えるためにはどうするかっていう感じで模索していて、で、声をかけていただいて、今回、大規模な講演会をさせていただくっていうことになったんですね。なるほど。これはじゃあ、今までの、小さな講演会をいくつかやってきたという中で、その情報を知った、大手のどこかの、そうですね。ところが、はい。開いてくれるっていうことになってまそうすです。ね。はい。もう素晴らしいですね。ありがたいです。今ってどのくらい、結局最終的には、どのくらいの方に集まっていただきたいなっていう感じなんです目か？標は100人来ていただきたいなと思っていて、今まだちょっと半分ぐらいなんですね。ああ、そうなんですね。だからもっともっとね、来ていただきたいんそうですでけすども。ね。ぜひぜひね、皆さんに、はい。聞いていただきたい。本当にね、なんか壮絶な、人生で、今はね、全然そんな風に思えない
ていうぐらそうい、ですね。全然もうそういうなんか、過去というか、悲しみっていうのは、見た、ね、表面的には感じませんけれども、その中で、ご自身で、いろいろひらめいて、ね、悟られてというか、そういうところもあったんじゃないかなと思うので、いろんなお悩みを持ってる方、ね、いろんなたくさんの方にね、聞いていただきたいですよね。そうですね。今苦しんでる方には、やっぱりなかなか届きにくいっていう現状がありますし、外に出れないとか、まあ、オンラインならまあ、なんとかっていうこともあるんですけど、まずはその周りの方、苦しんでる方の周りの方からぜひ聞いていただいたり、その方とかにも、何かこう気づきとか、勇気とか、希望の光にはなると思っているんですね。だから、こうだんだんこう波紋のように、こう私がもう精一杯愛情を注いで、講演会でもう重い、もう私多分ぐっちゃぐちゃに泣きながら話すんですよ。って。で、よくオンライン講演会で感想をいただいたりとかするんですけど、もう画面見れませんでしたっていうぐらい、もう号泣とか、もう胸が痛くてとか言ってくださるんですよね。なんか感情を動かしてほしいって思ってるので、もう私はもう私のありのままをそのまま話してっていう感じで、顔真っ赤にしながら、もう力尽きてでも話すっていう感じなんですよね。おそらく当日はスタジオで、ひとみさんお一人でスタジオで、そして、ズームに向かってはもう何十人何百人集まってるっていそうでうす。状況ですよね。はい。いやー、そうなんですね。横に緊張するのが横にスタッフが何人かいるっていあう なんかテクニカルの部分で、なんかちょっとそれがドキドキとしながらも、でもね、ずっともう、もう死ぬまで講演家としてやっていくって決めて、もうそれが私の使命と思ってるので、なんかもうここは通る道だと思って をやっていこう、怖いとか言っている場合ではないって私の中で思っていて、もうやるしかないっていう感じで。やー、でもなんかすごいキラキラとね、もう泣いたり笑ったり、いろんなことしながらぐちゃぐちゃになりながらも、キラキラしてるっていうね、ひとみさんの姿がなんとなく思い浮かびますけどね。いや、もう本当にね、成功していただくことを、本当にお祈りするばかりなんですが、お時間的には何時から何時なんですかね？ 9 月の24日。はい。24日火曜日の19時から20時30分までですね。19時から20時30分、1時間半。は話すのは1時間ぐらいだと思うんですけい。ども、ちょっと説明したり、あと終わってちょっと皆さんでシェアしてもらったり、感想をいただいたりとかして終わろうと思ってます。シェアタイムもあるんですね。そう、私が話すのが大好きなんで、ずっと聞いてるだけって辛くないのかなとか思って、一言発したいなと私はいつも思うので、そのタイムをちょっとね、設けさせてもらないるほな。ど。じゃあ、やっぱり顔は出していただきたいっていう感じですそうでか？すね、なるべく顔を見せていただけたらね、私も励みになりますし。そうですよね。ぜひね、皆さんもお顔出しで、ね、ひとみさんの壮絶な人生と、そこから何か学び取るものがね、必ずあると思いますので、そういったところのね、シェアをお願いできたらなと思います。はい、改めてですね、この、上田ひとみさんの無料のオンライン講演会は、9月24日火曜日、19時から20時30分までとなっております。で、お申し込み方法なんですけれども、どのようになってますか？Facebook かインスタ、またはアメブロで上田ひとみ講演家、心理カウンセラーって検索するとすぐ出てくるんですけども、そちらにリンクを必ず貼っています。そこからちょっと、PTX っていうサイトに飛んでいただいて、そこでお申し込みっていう感じになります。Facebook、インスタ、それからアメブロ。ね。はい。この3つで、上田瞳、講演家、心理カウンセラー。
これで出てくるというところなので、はい、ぜひ皆さんアクセスしてください。私の、インスタページの方にもリンク貼らせていただきますのでね。はい、ぜひこちらの方もご覧になってみてください。はい。そして今日ね、また、おすすめ曲をね、選んでいただいているんですけれども、今日は何を選んでいただいたんでしょうか？今日は小沢健司さんの「天使たちのシーン」っていう曲です。さっきね、ちょっとちらっと聞きましたけど、尾崎の曲だけど、割とスローな、そうですね、スローポップなってで、いうよりはスローな感じの。ね、なんか生と死みたいな感じのテーマで、特に死をイメージした曲なんだそう。で、私これね、実は初めて結婚した時の、キャンドルサービスの時にかけた曲なんですけど、すごくね、日常を歌っているんですね。今も？その天使たちのシーンっていう曲が日常を表していて、日常その中でね。で、なんか最後に神様を信じる力を僕にくださいみたいな、ちょっと言葉があったり、その言葉にちょっとびっくりしたりしたことがあって、なんですね。皆さん何か信じて生きてるの？みたいな、こう、ハッとさせられるような、なんかそういうなんか当たり前の日常に感謝みたいな気持ちでいつも聞いているんですけど、そうなんですね。その神様にっていうところにハッとされた。そうですね。それはまだちょっと心理カウンセラーになる前のお話前ですね。ね。そう、いろんなことがあったっていう、その時だったんですね。もう。ね、なんか、そういう辛い時って、本当に、藁にもすがる思いというか、よくね、そんな言葉言いますけど、そういう感じではなかったんですね、それまでは。そうですね。いや、藁をもつかむ思いも何度もありましたけど、大して人も神様も社会も信じられない時期があったり、恨んでたりした時期もあったので、何にすがっていいのかがわからなかったっていうのが正直なところですそね。うだったんですね。なんかそのあたりのお話、すごい聞きたいんですけど、これは、続きが。ぜひ、オンライン講演会に来てくださ い。泣きそうなですがら話しね。ます。泣きながら 楽しいですね。そうなんですね。じゃあ、この講演会ね、ぜひ皆さんにもね、参加していただきたいと思います。9月24日火曜日19時から20時30分まで。で、詳細は Facebook、インスタ、アメブロ。上田瞳講演家心理カウンセラー、こちらの方でね、検索していただいて、そこからアクセスしていただくというところで、よろしくお願いいたします。じゃ、その後のことをね、ちょっとお伺いしたいなと思うんですが、この講演が終わって、これで終わりじゃないですよね。なんでですか？ なんか、これからも他になんかいろんな講演会とか、なんそうでか、すね。全国に講演家として呼ばれるっていうのを目標に動いていて、今、出版ももうライターさんにお願いして書いてもらうようになったので、そうなんですね。前回はね、なんかしたいなーなんていうお話だったかなと思ったんそうですなんですよ。で、お願いして、もう進み出したので、一応、9月いっぱいまでには書き上がるっていう状況になって、あとは構成とか、構成して。編集して、で、もう出版ってなります。楽しみですね。趣味です。プレスリリースしに行くっていう約束があるので、そのそう本でをす。持って、はい、テレビ局に行きまテレビす。局に。その予定はまだ決まってそうない。ですね。もう本が出るって決まって出た後に、そのプレスリリースして、掛け合わせてくれる方にお願いして、一緒にテレビ局に、そう。で、ドラマ化されたいとか。もう決まってるの？ドラマかも。いやいや、まだ決まってないんですけど、それを市に、お願いしに。いやー、すごいな。ちょっと私、一冊購入して、今のうちにサインもらっとこうかしら。そうだ、サインで。まだサインとか練習してないの。サイン練習しといてくいだかなさい。いと、しとかないといけないですね。はい。
ねえ、そんな上田瞳さんですけれども、心理カウンセラーのお仕事もまだね、やってらっしゃるということそうですで、ね。あちこちでお会いすることとか、なんか出展したりとかもあるんですか？いや、マルシェをちょっとう試ん。してやってみたんですけど、はい。ね、ちょっと違うなっていうのが分かっああ、て、やっぱうんうん。りズームでも1対1でゆっくりとカウンセリングで深掘りしたいなっていう気持ちになったので、まあ、体験セッションだけ受け付けていて、ぼちぼちやらさせていただいてるっていう感じですね。じゃあ、そんなひとみさんに、直接セッションしていただきたい。まあ、オンラインでもできるっていうことなでのきます。で、はい。そちらもインスタとかの方からも。乗っはてい。ます。承知しました。じゃあ、ぜひね、皆さんも、インスタ、そしてフェイスブック、そしてアメブロの方ね、見ていただければなと思います。はい。それではね、もうあっという間にお時間になってしまいましたが、はい。では、今日のリクエスト曲、小沢健二の天使たちのシーン、こちらを聞きながらのお別れになります。はい、本日のゲストは心理カウンセラー、そして講演家の上田ひとみさんでした。はい、ありがとうございまあしりがた。とうございました。この番組はですね、毎週土曜日14時30分からお届けしております。大人チャレンジ、人生は夢だらけ。それではまた次回お会いしましょう。お相手はラジオパーソナリティのなおさんでした。ひとみさん、ありがとうございます。ありがとうございましはい、た。じゃあ失礼します。バイバーイ。